田選手に、はい、まずこれ宮城選手だ、うん、答えただけ、はい、2015年ファイターズのキャプテンがうーわ5年前っすよね。キャプテンっすよね。翔太さん選手会長だから、え、あいつキャプテン、え、どうしたの、まあ、俺言ったの選手会長だったんですか。みやさん正解です。これ15年やった。え、なんかやってたのが記憶あるんですよ。で、多分そんぐらい前だったと思うんです。15年だっけ。いや、分かってね。ご自身の思い出じゃないですか。思い出です。シーズン最多試合登板の球団記録を持つ選手は、俺もこの4択なくても分かる。え、シーズン最多試合、シーズン最多試合登板、うーわリリーフにお世話になってんねんから。そら分かるよね。え、シーズン最多試合ですよね。僕の中に2択なんですよ。そう、谷さんか宮さんです多分。クローザーってそんな出てくるかなってタイミング的に。ミヤさん残念です。え、誰さん、久志さん、はい、え、久志さんはもう8回の時か7回か、あの時はもういつっすか、ミヤ久志さん、そうやって相当前でしょ。俺が入る前ぐらいの年じゃない、いないもんか、入った年イニングもすごかった、久志さん買いまたぎ、その時ね、14年前ですよね、やって75試合、次元だな、すごいよ、すごいっすね。いないっすね、14歳の時野球始めて2年っすわ。ダルビッシュ有選手が2004年12月17日の入団記者会見で対戦したい打者として聞かれ答えた選手は、違いやん。いや、ウモリってなってる。え、ウモリ同期、同期よね。うわ、そういう風に言う性格でもあるしな。いやー、でも王道に言ったら松中さんかな。いや、そんな簡単じゃない。ウグモリや、正解です。ほら見てみダルの性格といい。もうそれを返したらもう答えがウグモリしかなかった。2019年7月23日のオリックス戦で1球を投げただけでホールの記録がついた選手。ああ、分かった。もう全然分かんない。あれ？井口や。札幌ドームですかそれ。いや、ホットホット渋すぎるわ。1球投げただけ、わー、確かにそんな気してきたわ。もっともっと何言っちゃってるんですか。多分井口、正解です、井口選手でした。そんなにあるの、全然好きでしょ。まあでも一つ言えるのは、僕その時もうあれ1球なかったな、ね、ファイターズ検定いよいよスタート。